守備もアグレッシブに攻撃的にという姿勢にちょっと変わってきたのかもしれませんね。ここはロングスローでしょうか。7番のスルステインソン、おハンドスプリングスロー、ハンドスプリングスローです。わすごいですね。ちょっとここ最近は見ませんね。そうでしたね。7番のソルステインソンです。間違いなく攻撃にシフトゆったりこうボールを回せる機会というのは日本にあったんですけども、はい、ちょっと後半はそうではないですよね。さあこちらがすごいですけどね、ハンドスプリングスローですね。5年前ぐらい、もうちょい前ですかね、もう10年以上前かもしれません ね、はい、そうですね。あとはハンドスプリングスローで来るか。7番のソルステインソン、17番の今クリアをしました増田。いや長井スタジアムのお客さんもこのハンドスプリングスローに非常に大きく沸いていますね。なかなか見ることができませんから ね、これファールスローになる確率がね高いんですけどもね、やっぱりボールをこう地面につくわけですから、はい、バランスを崩したらファールスローになってしまいますけども、ボールをついて回転するときに起き上がった瞬間に頭の後ろにきっちりとボールがかかっていないとファールスローになってしまうわけですね。そうですね。そして着地も大事ですからね。ああ、イワンズだ。そして井戸が入っています日本代表です。またロングスローですかね。さあ、またここもロングスローになります。長いボールが入ってきてヘディング。こぼれている。シュートを打てるかアイスランド。まだボールをキープ。4番のここはヨナス。非常に正確なセットプレー、蹴ることができます。さあ、そしてまたハンドスプリングスロー。おいいボールが入ってきた。あ、飛びますね。3番の今フリーあるか、これを学んだという話をしていました。ね、まあ、今上げられたら中高さありますからね、はい、でまたここで高さで守らなきゃいけないですからね、はい、さあそしてハンドスプリングスロー、長いボールが入ってきた。ヘディング、再三再四この7番のソルステインソン、そして4番のヨナソン。後半の35分も過ぎました、うん、さらには選手の質を上げることになる、うん、そう遠藤は話しています。さあここも沸いてますね。長いのお客様が沸いています。さあハンドスプリングスローだが、17番の増田かなりもう投げてますからね、もうすでに10本近くハンドスプリングスローを投げています。さあスローになった。今度はゴール正面ヘディングシュート、11番のスマウラソン。確かに普通に投げるよりスピードがあるからヘディングなんかも当てると飛びやすくなるのかな。う、ね、うん、もうなんか蹴ってるのと一緒ぐらいの、ね、弾道で飛んできますよね。スローインよりもその球のスピードが速いということでしょうね。今ちょっと足を痛めたでしょうか、11番のスマウラソンです。